たチャンネルです。いつもねご視聴いただきありがとうございます。今日はね、何をやってるかというとね、ドローンのカメラ、このドローンにねついてたカメラがなんかポンコツなんでね、この、内蔵のねカメラフル HD で撮ったやつですけど、この足元とか見てもらっても分かりますけどポンコツですよね。これじゃ使えないね。これの代わりに、今この 4K のカメラ、 4K の中華カメラ、中華 GoPro ですね、中華 GoPro バラしてね、これなんとかうまくつかないかなと思ってねちょっとやってます。でちなみに、この、ドローンのカメラ自体の重さは、10g ということでね、ドローンのカメラ 10g、それで、ここまでねちょっと、バラしました。バッテリー抜いてね結構裸にしたんですけど、液晶とか全部抜いてやったらこれでね 22g なんだよな。これが 10g までなるっていうのはねちょっと奇跡なんで、外せるっつったらもうこのプラスチックのケース、これ 10g あるかな、こんだけじゃ 10g なさそうなんですよね。でレンズもあるしということでね、22g。 それで今やってたのがこれについてるバッテリーが、ドローンのバッテリーが 5V なんですね。それでアクションカメラについてるバッテリーも 5V なので、これが 10g ぐらいね、このバッテリーの方が少ないんです。それで、バッテリーね、こっち 27g でこっち 10g なんで、ちょっと飛ぶ時間はねだいぶ短くなっちゃうかもしれないけど、 38g で、ドローンの方が 36g か、 2g だな、 2g、2g でございます。ちょっとねおまけするかおまけおまけなんてありか、分かんないけどね、中華カメラのね録画しながら、中華カメラね録画しながらドローンをこのバッテリーで飛ばすと、そうするとね、とりあえず飛行時間はね無視していただいて、なんとかねうまく飛んで撮影ができるかもしれないということで、ちょっとねやっていきたいと思います。これで飛んだら笑うよな。よし、さあだんだんなんか面白くなってきた。じゃあ行きます。点滅した。こんな感じでね、ドローンだとこんな感じになります。感じでね、うまく撮影できればいいんですけど、ね、じゃあ終わります。よし。0、じゃあこれ入れて、これ乗せて、待って悪いね、あとバッテリー、これ うわ嘘だろう、なんで、あ、配線が 4g あったか、 4g じゃなくて細い線、もっと細い線使おう、ね、じゃあこんなもんで99ですね。
これでいいね。そうすると、100g 以下でね、カメラが 4K のカメラがつく形になります ね。機体にこういう感じでカメラつくようになります、それとね、これ、昨日バッテリーね、いろいろ考えました、バッテリーね、今までこれ使ってましたけど、ここの部分の、これね、もうこの電池プラスとマイナスだけなんで、これ外して、このちっちゃい基板の部分だけをね使います。でこのケースはもう外しちゃいます、ね、重くなっちゃうんでね、 100g で何しろ作りたいということと、あとこのバッテリー、この黒いバッテリーですね、この黒いバッテリー、これちょっとね、今日は今からねバラしていきたいと思います。バラして直接ね、3.7V かな、 3.7V 直接ね、ケーブル引っ張りたいと思います。でこれはね、ソケットでカチャって入るようにねします。それとあとここのバッテリーの3極、ここが入る基板をねちょっと作りたいと思います。それを挿してカメラに直接ハンダ付けするっていう形になります。じゃあ今日はねここまでやっていきたいと思います。こうまあいいかということでね、やめよう。終わります。どうですか、かっこいいですか、どうですか、ね、改造 4K ドローンということになりました。今回ね、ドローンにね、カメラつけたというね、そういう動画でございました。ドローンにね、つけたカメラはこれでございます。この 4K カメラ、機種を外してね、基板とカメラだけにしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。